皆さん、こんにちは。弁理士試験のね、スマート攻略コースのガイダンスというところで、弁理士試験スマート攻略法、今回は学習プラン兼の方、お話をしていきたいと思います。担当は、レックス戦略講師の弁理士の馬場です。皆さん、こんにちは。 はいえー、じゃこちらの、えー、ガイダンスの方は、えー、カリキュラム編と今度合わせて今度はあの学習のプランですね具体的にどういう勉強をしていくのかっていうのをこの講座を使ってね学習の進め方についてお話をさせていただこうかなと思っていますと、まあ、先に学習プラン、まあ、どっちから見てもいいんですけれども、まあ、カリキュラム編を一応先に見ていただいた方が、えー、よろしいかもしれないですねあ別にカリキュラムなんかつなか繋がってるわけではないのでどっちから見ていただいてもいいんですけれどもはいというところになりますで早速ですけれどもじゃあその具体的にまあね学習プランっていう ところでどうやって勉強をね便利試験で突破するためにね、えー、していくのかっていうのを、えー、ちょっとお話をしていきたいと思います。えー、もう一回繰りり返しになります、えー、弁理試験だっていうことこれ前回言いましたよねめっちゃこれが重要なんだよっていうそうんだったかっていうとこですよ、ね、そう便利視としてどう考えるべきなのかというとと試験問題としてどう対策を取るのかっていうこの2つですよね。 うん二つを意識していただきたいで特にこの学習プランでまずこれから勉強を始める上で一番意識していただきたいことがした常に試験範囲から逸脱しないということが重要になりますなので分かんないこととか例えば何かあったり勉強していく上でもこれって試験のために何につながっているのかなっていうのを常に意識をしていってくださいこれが合格までに意識するべきことです どうしても外れてしまいます。やっぱりね、こう知的好奇心をくすぐるという意味では、こう、ついこうね、ある疑問が生じたら、そこからまた違う疑問が出て、その疑問が出たらまた違う疑問が出ると。そんな感じになりがちなんですよね。で、まあ、それが趣味だったりかもしれません。私もね、よくあ,のあるじゃないですか、ウィキペディアとかって見るとさ、ある一個調べると、そこからまた関連のリンク見て、関連のリンク見ててさ、なんかもう気がついたら1時間ぐらい見てるみたいな。そう。で、まさに、そういう状況になりがちなんですね。 うん、でとにかく今必ず何かあった時に自問自答してほしいそれによって何を試験問題を解こうとしてるのかそれが分かると試験問題を解く上で何で役に立つのか時々らそういう質問を返す時ありますね受教生さんからご質問いただいた時にその今の質問って何の試験問題を解こうと思ってますって,って言ってた時にやっぱりうんって思われてるのねそれですぐそこがないんですよってなるとそれは趣味の勉強になっちゃう。 うん、そうじゃなくて試験に突破すするためってことですねだから何かの問題を解くために逆に言えばこういう問題が出た時って時に、まあ、そこで問題出てるんだればねその知識っていうのは必要なんですけどでちなみに私がそういう質問してる時っていうのがそういった意味では必ず試験勉強を意識していくっていうことがね今後短期で合格するためにはすごく大事なところになります。でそこがやっぱり勉強とあの仕事は違うこれも前回にもちょっと言ったと思いますけど勉強の場合というのは期限日っていうのはないんだよ、まあ、なくはないんだけど。 例えば、ね、このある方、ね、図書館で休みでしたと。ねまあ、こう宿題の、まあ、レポートの提出日だったわけですよ。うん、でもしも、ね、図書館休みでもうほぼ完璧にできていると。ところがもう一個、ね、資料があって明日図書館でぜひ調べたいですと。いいですかって言って、まあ、期限過ぎたとしてもね、まあ、それがいいものになっていればきっといいことなんじゃないですか。勉強の場合はね。と、うん、いうことになりますよね。そ当然いろいろ調べたわけだから。ところが仕事っていうのは納期が決まってます。 システムほぼ完成してるんだけどね月曜日にね納品してくれと言われてたけどいやこれ月ねまあできてんだけど水曜日になったら100%になりますからああ水曜日に納品させてもらえますよってところでこれ期限過ぎてね例えば納品したと。でもこの会社ってね例えばじゃあ月曜から営業開始しようと思ってたのに水曜日に完璧なものが来てもじゃあ月曜とか曜日休むんですかって話になっちゃうね。 これがまさに勉強も同じで、皆さんは試験の受験にする試験日というのがあるわけです。試験日を超えて力をつけても意味がないんです。あもうブズバリ言っます。意味がないです。それはだって試験に受からなければしょうがないんだからということになりますので、必ず試験日というところを意識して、そこまでに合格できる力っていうのを皆さんに身につけていただきたいと思っています。 はい。で、まあ最初に入門講座やっていく。まあこれも前回と、まあ、同じことをちょっと繰り返しになりますけれども、要するに細かい規定にこだわる必要はないですよって話を、もう一個の回です。カリキュラ面でしました。で、まさにちょっとまあここも、ね、若干補充させていただきますと、やっぱりその最初から全部しっかりやっていこうというふうに思えてしまうと、やっぱり勉強としても辛いですし、あとねやっぱ忘れるなよ。そう。まあね、やっぱ人間面白いに忘れますよね、うん。で、そういった意味で、特に、 この勉強ね、どこのタイミングで忘れるかっていうとね、一周勉強して気がつくんだよね。どういうことかっていうと、最初特許法の勉強をするんです。で、私が何、ね、こうやって言っただけですよ。これ忘れるから気をつけろよ。ね、みんな気をつけろところがね、勉強してるときは、何言ってんだよ。大丈夫だよ。俺完璧だよ。おう,うまくいってるいってるって思うわけ。で、特許終わります。で、実用新案はね、ちょっとしかやらないんで、ちょっとすぐ終わります。で、医章法をやります。あ、医章法分かったよ。あ、なるほど。なんだ、思ったより連立試験楽勝じゃないかって思うわけ。 で最後商標きます。なんだ商標ってね難しい難しいって受験生嫌いだって聞いてたけど俺は分かったなとおおんだよねえっもうこれ人通り終わったのって楽勝じゃんと思うわけよでもう一回時戻ってくるでしょあれ忘れてるってなるわけし分からなくなっちゃってるそうでこれは2つあります理由が1つは時間だよね当然時間経過勉強してから時間経ってるから忘れちゃってるもう1個あるんだよ で、記憶っていうのは、実は似たようなことがあるとエラーを起こすんです。そう。例えば、旅行に行きますと。新しいところに旅行行った。初めて行ったところっていうのは、実は鮮明に覚えてるんです。初めての体験だから。初めて大仏見ました。初めて天の橋立て見ました。初めて札幌時計台見ました。これ鮮明に覚えてる。ところが、普段、例えば会議をやってること。ね、毎週月曜日の定例会議やってますとか。 ほか、まあ、なんで毎週病院行ってますってなると実はあれこの間のあの話っていつ出たっけだとかあのことってどうなってたかな要するにごちゃごちゃに混ざってしまうそれはなぜかっていうと例えば出かけてるところもいつも同じところに行ってるところに関してはいつ行った話なのかっていうのは実は似たようなこと言ってるので実は混在してる。 ね、よくまあこう家族なんかに見言と「あそこのレストランというのはね去年行ったよねえ一昨年だったんじゃない一昨年の時はねこれ食べたんじゃないいやそれを食べたのは3年この前だよ」とかねいろいろとやっぱりこう話が記憶が曖昧になってくるわけそれは実は初めて行ったところに関しては実は鮮明に覚えてるんですけど似うところっていうのは記憶が混ざるんですねでそうなった時に勉強がこれ実はまさにそうで初めて「くいい賞」ってこう勉強してからです得実」「いい賞」って勉強してた時に精度がかなり似てるんです。 似てるんですけど違うんです。ってなると、衣装と一応私の方も講座の中でぐちゃぐちゃになるようにしつこく言うんですよ。これは特許で違うくらいしっかり押さえてね。この類似に関しては、衣装の類似と商品の類似は全然違うんだよ。だからこれはしっかり分けて考えるんだよって言うんだけど、やっぱりそこはね、頭の中で混ざっちゃう。そうなんです。 だそこが非常に実は便利試験で厄介なところのうちの一つです。いっぱいあるんだよ、ね、厄介なことは。厄介なこといっぱいあるんだけど、特にやっぱ厄介なことのうちの一つかなと思います。はい。だそういった意味では、まあ全然ね、そうなるんだって,言って。逆に言えばさ、そうなるんだって分かっても楽じゃない。あ、俺もなったぞ、みたいなね。それでいいのよ。全然。そう。だから忘れないとか、間違えないっていうの目標じゃないんです。忘れていいんです。間違えていいんです。ただ、最初から想定をしといてほしいってことですね。はい。 でまあ、ちょっと話を学習プランで戻すと勉強まず1週間のスケジュールをつけましょう作りましょううん1週間のスケジュールはい、えー、月火水木金土日ということで、まあ、スケジュールを考えていきますまあ例えば今週は特許法やるぞみたいなでまあじゃあ月曜日講義見ようかとかねいう形でまあ講義回すと平日見るんだとかっていう形で、まあ、何かこうスケジュールを必ず1週間単位で立ててほしいんですね。 で、最終的に、まあ、土曜日に、まあ、1週間のまとめをするみたいな感じでも結構です。まあ、もしくは1週間のね、どっかでこれ調整をすると。で、大事なことなんですけれども、えっとね、入門講座っていうのが最初始まっていくんですけど、講座自体はどん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 見てしまって構わないです。もうできるだけ早く終わらせるようなイメージですね、講座に関しては。うん、ていうかいいです。で、1週間の受講回数をあの決めてください。何、何コマ見ようかな、みたいな感じで。 で、まあ、週9コマ講義って書いてあるんですけど、まあ、これはちょっとまあ多めかなと思うんですけれども、はいまあ平日の勉強をした上で例えば、えー、土曜日にですね例えば青もとかこれ門とか単独語もいろいろあるんですけども、まあ、1週間のまとめをするというやり方でもいいですし、うんまあ、あの土曜日に講義をまとめてみて、まあ、平日にまあそういうですね復習をしていくっていうやり方でもいいと思います。 1>, でね、1週間の勉強のスケジュールを絶対立ててほしいんですけれどもその中でね1個だけ押さえていただきたいのは日日日曜日は予備日にしてていいいたただきたいと思っていますあの1週間フルで予定立たない方がいいでどうしてかっていうとどうしても予定くるんですね。そうで狂った時に日曜日で調整していただくのが一番いいかなと思ってます。だって勉強するなだけじゃないですよ当然 <laughs> していただいて結構ですけど、うん、ただあのきっちりやってるとどうしてもねこう仕事が忙しかったりとか体調悪いってなると1週間ペース崩れる時があるんですよ。 で、その時に、どんどんペース崩れてしまうので、まあ、週一回は調整する日という感じですかね。つけていただいていいのかなというところと、あとは勉強時間に関しては、上限を決めていただいていいと思ってます。これね、勉強って何時間やっても終わりがないのよ。ただ、どんどん不安になっちゃうわけ。だから、例えばある受験ですね。普通に考えれば、平日、平日3時間例えばできるかなと思いますね。例えば、朝起きて30分。通勤で、えー、あ、ごめんなさい。 朝起きかかかどどうわないですけどもしもやはりテレワークじゃなくて通勤するとしたら通勤で30分で昼休憩ね、うん、ランチ休憩ご飯の休憩、まあ、できれば30分ぐらい勉強できたらいいかなで帰りの電車でも30分ってなるとこの人平日は家出てから会社帰ってくるまででまず1時間半できてますってなると、まあ、さっきと朝30分やってればもうそれで2時間頑張って会社から終わって1時間だけ勉強すれば平日3時間勉強できます 平日3時間勉強したのが週5日あれば15時間です。平日だけで。ただ土曜日に5時間ですかね。うん、まあちょっと勉強すれば、実は20時間は確保できます。で、1週間の勉強時間ですね。平均的な、あの、私の、まあ平均的でもないか、目標としているのは20時間です。そう。で、20は結構できないです。で、勉強していくにあたって必ず記録をつけてほしいんです。皆さん。 そうどうしても勉強でどんぶり勘定になっちゃうので,で記録をつけてほしいとで記録をつけていただいてまあ20時間取れてればいいかなとで25取れてれば結構やってますね、うん、でね今まで受講生のアンケートを取ったらやっぱり、ね、1 5 6時間が一番多いです最初の頃はなかなか取れないんですねそうなのよで1 5 6時間が一番多くて、まあ、20時間取ってればよく勉強してる方です、うん、で10下回るようにはしないようにしてくださいだから7時間とか8時間だとちょっと少ない、うん、ということになります で、まあ、勉強する上で最初の入門講座できればちょっと予習をしてほしいですうん予習をしてほしいで予習をしてほしいんですけど、まあ、意味合い的にはどれぐらいかっていうとすごく真剣しなくていいです <laughs> テキストをざっくりと読んで内容を把握するようなイメージを持ってくださいと、うん、で特にわからないことがあれば、まあ、小さくハテナをつけてしまうとか、まあ、付箋を貼るとかそんなことをしてもらうとでハテナだだけでも全然構わないです、はい、だ全部理解しようと思わない うん、いいです予習ですからねただ単純に何をこれから話すのかなっていうところですねそこだけを確認していただきたいということですねで,できれば講義を受ける前に知識ゼロでは挑まない方がまあいいかなと思います、まあどうしても予習時間取れないよって方は奥の手もあってどうするかっていうと、まあ、講義2回見ちゃえばいいんですけどで,、まあ、できればまあ講義を受ける前にテキストをねざっとでも見るだけでも結構です。はい、でどうしても大きな道筋を理解する細かいところを押さえているいかはまず大きくねあ,あ 新規性新法性というのが要件にあるんだとか相性法は何か3十の2っていうのがなんか拒絶理由になってるぞその程度で十分です3十の2が何なのかまでいらないんです例えばねうん商標法あ何か3乗というのいっぱいこういうあるんだなあるんだ商標3大機能があるんだその,その程度で結構ですそれが何かの予習までいらないです、はい、だからまあ時間がなくてもできればざっと読んだ上で講義を受けていただければいいかなと思いますと、うん、あの込んなのにね必死になる人じゃないですよもう <laughs> もう絶対覚えななななききゃゃ見みたいなそんなことまででしなくていいですとにかく何にもない状態っていうよりかは少し知識を入れて見ていただいた方がよろしいかなと思います。私の方は別に予習ありきで説明するわけじゃないんですけど一旦最初から説明しますけれどもただまあやっぱりまず予習があった方が入りやすいかなと思います。はい、で講義についてはめったもし予習してるんあれば分からないところを中心に聞いていただきたいとあそういうことだったのかって、ね、いうふうに思うわけじゃないですか。 ね、だ一応はテキストについてはあの一度目を通してる前提っていうことではないんですけれどもまあ,あの読み合わせをするわけじゃないのであんまりだとしないんですね。はいテキスト一緒に読みましょうタ、はいこれ読んでみたいなことはしないもったいないんだよね時間が。うん、だからまあ一気に、うんね、そ,のだからその分講義時間を短くしてるというのはそういうことでだそこのベースをまず皆さん作っていただいてね、うん、そんなにね堅苦しく予習も考えなくて結構です。はい で特に、まあ、私が言うんですけど「その今理解しようという部分をしっかり理解してくださいあの全部理解する必要はないです全部覚える必要はないです講義の中で、うん、あのここはね押さえておいてって話をしますからそこを中心に押さえていただければいいかなと思いますで移動中でなければ法文集と参照して進めてくださいいうまあね法律は十分のまあ本があるんですけど、まあ、必ずしも見る必要はないかなと思ってるんですけどね、まあ、気が向いたぐらいで結構ですねただあのね条文引く習慣というのはすごく大事なんですよ 10、ね、分1回引くとねこう経験値がチャリンってね1個入ってくるのだそういった意味では10分見るっていう習慣重要なんですけどか,かといって理解ができるかつ理解ができないんでね、うん、なかなか難しいところですけどまあ,あのただ見る習慣はつけていただいてもいいかなと思います必要なものは画面で写します さっき言ったように、まあ、どうせ忘れるっていう前提ですね私もそう思ってるし皆さんたちも別にそこはそう思っていただいて、うん、だからまあ繰り返しやっていく特にまあそ,のその分回数を回していくっていうのよく言うんですけれどもテキストなんかの記載なんかも、まあ、別に1回目は忘れちゃっていいやというふうに思ってくださいと。はい、で先言ったように、まあ、1週間で見るねどれぐらいかっていうのを計画していただけると非常にいいかなというふうに思います。やっぱりねあのこう計画がないと何,何が何だかよ分からなくなっちゃうんでねうんということになります。 はい、で復習についてなんですけれども復習についてはえっ、ー、とねまずこれもう見終わった瞬間はねあこういうこと話してたな今回これを話してたなっていうのを考えていただくでよくこ生講義の人の、ね、よく昔言ってたんですよ「これをねつぶやいてください」と「うん、あの講義の帰りにね今日はこれをやった」のつぶやくといいですよってその反数をするってことがすごく復習としては大事です。 それはまあ読み終わったらすぐなんですけれどもすぐよその講義を見終わった後にすぐやっていただきたいのはこれで,でしばらく経った後はテキストをしっかり読むとだ翌日とかでいいですよどこがポイントだったかというのを意識していただく、まあ、土曜日にまとめてでもいいでしょうさっき言ったようにね、はい、で可能であればプラスアルファをさらに行うというところで、まあ、あのこれもの落とし込みとか穴受けレジュメとかっていうね、まあ、いくつかこう指示がありますで一応私の方でこういうことやってほしいということは言います特にこの落とし込みっていう作業ですね そうこれがちょっとなかなか謎なんですけれども、まあ、担当これも使った上での勉強をしていただきたいというふうに思っていますと。で先にまず穴あきレジュメというのをちょっと見ていただきたいんですけど入門の時期はこの穴あきレジュメというのを配っていますこんな感じでこう穴あきになっているんですねそう。なので少なくともテキストベースでこの穴あきのレジュメというのがあるのでこの入門講座ではこのレジュメがまあ要するに分かっているとあこういうことが入るよねっていうことが分かっているのであれば。 まあ、とりあえず理解したかなということになります。例えば新規説明書の例外というのはコーチの立つめに2種類ある。なんだっけな、あ、そもうそう意に反する講師と自らコーチにした場合かというところなんかが分かっているとうんいいかなというふうに思いますね。はい。ということでまあ、入門講座っていうのはこの穴切れ締めが分かる程度に進めていただきたいというふうに思っています。で実際まあ入門講座が終わった後は、えー、プライマリー四方攻略講座と。 いうところで、まあ担当論文の細かい条文の知識と、あとは論文の知識ですね。これをまあ並行的に勉強していくような流れになります。はいうん、これは並行学習で結構ですと。で、まあその後にですね、論文の過去問解剖講座ということで、論文過去問を使って具体的にどういうふうに論文をアプローチかけていくかと見ていくかっていうのを勉強したりとか、あとはセカンダリーとかっていうところで、まあいわゆる論文のですね、うん、あのに出ない。 担当の項目だけを勉強していくというような流れに学習的には進めていただければと思っています。で、特にこの講座で意識しているのが、先ま何回か言っているこれもんという勉強をしっかりしてほしいと。これもんを使った勉強です。で、これもんというのは何かというと、担当のこれもんと論文のこれもんの二つあります。自分の講義の場合。で、これをフル活用して合格に導いていってほしいということですね。はい。で、担当これもんの活用と。 いいうことで書いてあるんですけれどものところもちょっと字ちっちゃくて申し訳ないんですけどどうなってるかっていうとこれまああのパンフレットにもあの書いてあると思いますけれどもちょっとパンフレットが皆さんと同じものが写ってるかどうか分かりませんけど、まあ、これがあの抜粋なんですねで、まあ、画面でもこれ抜粋してるんですけど、まあ、条文があってで次にねこれポンっていうのがあるんですよ。 でこの「これポンっていうのが何かっていうとまあ必須論点っていうよりかはまあ論点っていうのが、まあ、テーマですねいわゆるその解答の問題となるポイントなんですけどポイントが過去の過去問過去の過去問とかしな過去問で2回以上出ているポイントについてをまとめてるんです「これポンっていう形で。で2回以上出てますよっていうことは当然ね 1>, うん、1回しか出たことない問題よりかは2回以上出てる問題を優先的に勉強してほしいと思ってます。ということなのでまずは条文ごととにに担当ののの問題をを使っった上でそのポイントの学習ししててほいいいうふうふ思っていますでこの時にまず重要なのがこの「これポン」っていう範囲です。で「これポン」以外がこれですね「これポン」っていうのは担当試験で過去2回以上問われた論点テーマのことです。 で、一番下に、まあ、レア門というのがあります。これは一回しか出ていない論点、テーマです。なので、ここは後回しでいいです。で、イメージとしては、まず、ここで出ている範囲ですね。これンで出ている範囲を年内です。だって、過去問で繰り返し出てるんです。で、担当これ門っていうのが、これ、結構問題量としては多くて、平成14年から全部の問題が入ってます。平成14年度の問題から、過去問を全部条文ごとにこうやって分解してるんです。 ということは、ここの勉強をしとけば受かるんです。うん、これが最後の上限的な範囲なんです。でいろんな、あの、テキストとか、まあ、いろんなこと出てる知識はあるんですけど、やっぱり、まずは過去問出てるところをしっかり押さえていただきたいですし。で、そうなったときに、過去2回以上問われている論点、で、テーマというのはすごく重要なんです。で、これを年内にしっかり押さえていただきたいということになります。一月、まあ、遅くとも1月まで。で、それのまず勉強がメインです。 で担当コレモンを使うと他にもメリットがあって例えばこれは衣装、えー、法32条かな多分衣装法32条が出ているんですけれども衣装法32条ってこれ見てください過去問が1個しか載ってないんですよ。ということはこれは非常に出題範囲が低い平成14年から令和5年まででこれ最初2回コレモンと加わしてるんですけれどもあの本試験が終わった後に新しいものをお配りしていて。 で平成14年から令和5年とかの中で1回しか出てないんですよこの論点テーマだったらここ勉強しなくてもいいですよねまずはねうんということになるわけですよりかはまずこう繰り返し繰り返し出ているのを優先してやっていただきたいとでこれで使っている教材がこの「担当コレモン」と呼ばれるものですでこれは4本まずメインで4本でまず使っていただいてまず繰り返し出ているテーマっていうのをしっかり押さえていただくと、うん、これが 年内かから1月にかけてるで特にこの、えー、担当のこれンに関しては理由付けまでねなぜそうなってるんですかっていうところまでをしっかり押さえていただくとでこれによってまず必須論点というのが確実に抑えることができますと。で結局問題をで問題をねこれ一問一答みたいに、まあ、直前であれば解いていただいてもいいんですけど最初の頃は解く必要はないです。 単純に問題から何が違ってるのかどういう問題になってるのかどこがポイントなのかっていうのを押さえるっていうのが一つの特徴ですね、うん、例えば、まあ、これ、えー、とパンフレットの方は「公発無効の場合は権利期間が残るので無効、えー、審判を再度請求する」みたいな、うん、いうのが、まあ、こう出てるんですけど、ねまあ、若干マイナーな情報なんですけど、うん、ちょっとこの「これンと「レアモンがちょうど1ページに載ってるのがこのページだったんでこのページ使ってるんですけれども。 うん、この問題はそれぞれ解くというわけじゃなくて、だからこれというか私言うのは回答から問題見てねしたの、問題から回答じゃないの。あ、この回答になるんだ。どうしてかなっていうのを見ていくわけ。それで理解を深めていく。あ、そういう理由でバスなんだ。あ、そういう理由で丸なんだっていうのを理解していくことによって、このこれ本一の理由っていうのをしっかり押さえていただくと、うん、いうことになります。同じ問題は出ないから、うん、ほんまただ同じ問題は出ないんだけど、同じテーマの問題をやってね、一二三四五個出てるんです。 でごちなみに令和5年でこの問題出てるんですけどこの前に出てるのがこれ平成19年なんです。とか16年なの。うん、ってことになると実はこれ普通の過去問やってるとこの問題ってわかんないんですよ。もうこれあの普通ネックで言ってる過去問誌も10年分しかないから。ところがこれもん使ってる人は平成19年から、ね、こ10年間載ってるからあよく出てたテーマだなってことでこのなんかもう令和5年の問題なんてのはもう簡単に解けちゃう。うん、っていうことになりますよね。 でかつこれね本来であればこの5問とか解かなきゃいけないんですけど別にこれ一括でもう1問の時は全部同じこと言ってるわけだからだ勉強時間もぐっと圧縮できるそれね繰り返し繰り返し似たようなことやるっていうよりかはで苦手だったら全部実際解いていくっていうやり方をしますね類題の練習になるんで,で非常にまあその有効活用ができるよっていうことになりますはいでこれは実際の問題で講義の中とかでは流れとかを去る場合もあります例えば手続きの流れってところでこれ PCT のフローズってのがあるんですけど で私のの中ででこの流れですねで、基本的に全部流れで説明していきます流れがあるからで流れがあるんですけれどもその中でもうこうやって流れがめちゃめちゃ細かいのっていうのが実は2つだけなんですそう無効審判と PCT っていうのがあるんですけどそれ以外については大枠を押さえていただければ十分ですただごめんなさいこの2個だけは100%押さえてくださいで私を講義の中で言うんですねそれぐらい重要ですはいということですね はい、とにかく、まあ、基本ルールっていうところで、まあ、暗記をしていくっていう形ではないです、ね、私の場合はね。ということになっています。はい、担当試験の学習ということで、今まとめますと、はい。ずっとまあ、遡ってきます。担当試験5月ですよ。ね、五月です。で、どんどん遡っていった時に、じゃ、どこまで何をやるのかと。言った時に、年内は担当のこれ本を完璧にしてください。完璧、ね、も完璧にしか、まあ、完璧にならないけど。まあ、目標としては、それを抑えていくと。 で年末ぐらいからさっき言ったレアンっていういわゆる1回しか出てないテーマっていうのも一緒に勉強していくとでここまであれば相当条文の言われてることは潰れますんで,であとは残り直前に条文レベルすなわち過去問で問われていること問われてないことにかかわらず条文を理解していくだここまでいったら条文をしっかり理解するとここまでは過去問を使ってポイントを押さえていくってやり方をしていただきたい 特に単独試験の問題を解くというよりかはなぜその答えになるのかというプロセスを学習していただければと思いますとはいでちょっとだけ論文の勉強についても最後に説明したいと思うんですけど論文の学習っていうのはどういうものかと論文ってねすごく大変そうなんですけど実はそんなに大変ではないですやり方さえしっかり押さえてあればうんで論文の問題っていうのはねこう問題をこうずっと書いてあるんですよでその中でまあ答案構作成、まあ、項目だし すなわち、ある問題からどんなことを書こうかなっていう項目を出して、でそれに基づいて答案作成をします。すなわち、問題から何を書こうかっていう項目、ユニット、部品、モジュールです。これを抽出する作業と、じゃあ、その項目を書くためにはどうするかっていうところで、書くべきユニットを答案に記載する。例えば、選手要件。 っていう武器です、ね、まあこういう項目がこの問題があってああ戦要件っていうのを書かなきゃいけないんだっていうことになったら選手要件の文章を書きます。ということでそれを書く作業というのがありますこの2つになるんですけどでこれ自体は実は講座の中では論文ユニット構築講座と論文科根本解放講座っていうのが対応しています。 で具体的に例えば論文式、令和2年の問題これ FIF っていうね、こう今二段書きの商標が出た問題があるんですけど、このめっちゃ長いです、問題文。で、解答レジメです。これ解答例。あ、もう全然見えないよね。全然いいです。これ見えなくて。で、こういうふうになんかこれを全部書くのってね、やっぱ最初絶望しますよね <laughs>。こんなに形書けるのかしらってね、思うかもしれませんけれども、これね、ばーって見ると大変そうだけど、よく見ると、よく見ると、 これねいくつかのこういうユニットパーツに分かれてるんです部品にそうなのよだから細かいので実は寄せ集めなんですでこういう寄せ集めってどうやって見るのかって言った時に問題があった時に例えばこれ問題部に鳥ーがありますこれなんだえっ、ー、と国際機関である国際漁業連盟とかってねそれ「国際機関」って言葉がトリガーだってあるわけでこれで「あっ商標4535だな」っていうことが分かったりするわけ でこのトリガーを発見するっていう勉強とトリガーが見つかったらさっき言ったこの部品を書くっていう勉強この2つなんです論文試験というのは。だからこの部品が全部書ければ実は論文試験書けるようになるこれの組み合わせですある問題に対してこれとこれとこれのパーツを組み合わせてでそれをガチャンってやると実は論文の答案というのはそれなりにできちゃいます。 じゃあ、この部品をどうやって勉強しようかって言った時に、やっぱり過去問を使って勉強していただきたいんですけど、過去問こんな長いんで、これを勉強するのはとっても大変です。なので、分かったと。私の方で、この部品ごとに全部バラバラの文章にも切っちゃおうと。もう切って切って切りまくってやるよって感じで、切ってできたのが論文これもんという教材です。だこれが、さっき言った過去問の1個の部品です。 この,の部品でじゃこれをじゃあ書くために、まあ、どんな問題かなってことで問題例をつけてるんですけど。ということはこのレジュメを覚えることによって1個のパースツえば今回であれば発明の種理ってこれテーマなんですけどあ発明の種理の問題が出たらこういうこと書けばいいんだっていうのが分かります。だこれだったら読めそうじゃないそうでこれを集めたのが論文コレモンというものです。うん、で論文書き方講座とか論文ユニット構築講座で使ってこのやり方を説明しています。 だから論文文に関してはまず問題文からトリガーを見つけるあこの問題だったらこれとこれとこれを書こうっていうでそれは論文の過去問で問題からいかなきゃいけないでそれが実はさっき言った論文えっと戻るとこうなんですよこの論文解解過去問解放講座この講座は何をやるかっていうと論文の問題を使って論文の問題からこういう項目を出してあげるんだよこういうところに直目してあげるんだよっていう。 そこの実はピックアップをしていくっていう作業はこっちになります。で、じゃあもう分かったと。問題からピックアップする前は分かったんだけど、じゃあそれで何を書こうかって言ったときに、その各パーツ、ユニットの勉強をするのがこっちです。論文ユニット、構築講座。一個一個の部分、だからプレハブみたいなもんなんですよね、論文って。そうなの。それを組み合わせれば、一個の答案ができちゃう。だこれを年内ですね、論文に関しては年内の間に勉強を並行してやっていただきたいと思ってます。 だまずは皆さんとしてやっていくのは何をやるかというと、入門講座まではとにかく一気に終わらせてください。一気に終わらす。で入門講座まで一気に終わったら、次にさっき言った論文の講座ですね。これを見ていただいて。では論文というのはこういうことを書くんだっていうのが分かって。そうすると、論文の頭の流れ、頭の中で、論文の頭の中に、論文の流れができてきます。論文の流れができるってことは、条文の流れです。条文の流れってことは制度の流れです。 で結局、まあ、我々としてもね例えばお客さんから相談よく私これ講座の中で言うんですけどお客さんから相談を受けた時に何で答えるの、ね、え例えばお客さんが持ってきました「ね、で先生これ警告状来てね俺に使ってる今ね喫茶店の名前使うなって言われたんだよどうしよう」って言われた時に何で答えるのっていうのを私よく聞くんです講座の中にも聞きますねお客さんがこういう風に来ましたどうするのとそこでねしどろもどろになってたら便利者して困っちゃうね、うん、心もとないですよね そこをズバッと答えられるように皆さんにはなっていただきたいというところで、まあ、そういう事例なんかも使ってね皆さんと一緒にこう勉強していくということです。はい、ちょっとね30分ごとですからあまりいまろああんなことをこう説明したかったので、ね、だいぶちょっとまとまえない話になった部分もあるんですけれどもとにかく担当これも,もう論文これも,もう共通していることはたった一つです。過去問からスタートです。 私としてはそこがゴールだと思ってます。過去問の理解というのが、あの資格試験の勉強では絶対的な攻略法なので、まず過去問を題材にしっかりやっていただくと、ただその過去問をやってください。と言っても、なかなかやっぱ受験生からしてみればどう使っていいかがわからないので、それを料理しやすくしましょう。としているのがこれもんです。なので、皆さんこれもしっかり使って。 かつこの講座で使ってね。うんなんか私がまあいろんな説明をしますよ。で <laughs>、その説明を、ね、なんかこう気楽に聞いてあ、そういうもんなんだ。いやそんなこともあるの。あってね。いう感じで進めていただければ、気がついたら、はあ合格できてたっていう風になっていただくのが、私は一番いいかなと思います。やっぱね、こう悲壮感ただいて勉強していただくよりかは楽しく、うん、進めていただいた方がいいかなと思いますんでね。あの是非あの頑張ってね。皆さん一緒に来年の弁理試験の合格を目指しましょう。 はい、えー。というところで、えー、今回の講義はこれで終わりにしたいと思います。ぜひ頑張ってね、語学を目指して一緒に勉強していきましょう。はい。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。皆さんどうもお疲れ様でした。じゃあ、よろしくお願いします。